こちらのゴルフ練習場では鉄柱が激しく折れ曲がり、ネットとともに地面に倒れてしまっています。昨日午後4時半ごろ、天白区の東山公園ゴルフで防球ネットを支える鉄柱の一部が折れ曲がりました。このため練習場の片側のネットがおよそ90メートルにわたって鉄柱ごと倒れました。当時数人の客が練習していましたが、怪我をした人はいませんでした。ゴルフ練習場によりますと、原因とみられるのは強風です。昨日夕方は名古屋市内の上空を発達した積乱雲が通過していて、最大瞬間風速20メートルの強い風が吹いていました。近所の住民によりますと、ゴルフ練習場付近でも当時ビニール傘が飛ばされるほどの強風が吹いていたということです。ゴルフ練習場では鉄柱の修理や倒れた原因を調べるため、昨日から営業を取りやめています。